3115に宇宙飛行士を組み替えてロボット、今回はこのセットを組み替えて騎士型のロボットを作ってみました。前回の動画で作った素体をもとにパーツを組み合わせていって騎士型に改造しております。このロボットのフレームの部分を作りたい方はサブスクリプションに登録しているので、そちらをご覧ください。この動画ではこのロボットの紹介をしていきます。興味ある方は最後までご覧ください。それではどうぞ。まずは胸部、ここですね。頭は普通のフレームから変えてないんですけど、胸はフレームプレートをつけたような感じにしています。こういうふうに着脱可能になっています。でポイントはここです。このガードマットの部分がいい感じにこの縁、鎧の縁みたいになってるんですよね。肩も同様にガードマットを使ってこの鎧の縁の部分を表現してます。干渉もいくらかするんですが、まあ、そんなにぶつからないようにここも高さ調整を行っています。なので結構ねごつくなってますが、可動域は広いです。今回このインゴットパーツがたくさんあったので、それを使ってただのね平面だけじゃない、少しスリットが入っているような装甲を作っています。宇宙飛行士のセットは白いブロックがいっぱい入ってますが、より細かいパーツも入ってます。今回剣も作りました。地味にね金色のパーツがあったので、これを束の部分にして、で持ち方なんですが、これねこの手によいしょ、ここ指をつけてない部分の棒が余ってるんですね。なのでこのクリップをここに束の部分、柄の部分につけてこうやってはめてあげることで、よいしょ、しっかりね握ってないんですけど握ってるように持たせることができるんです。忍者号系のロボットでもだいたいこういう風に、まあ、テクニック系のパーツ使ってますが、剣とか武器持たせてますね。左手はシールドです。この手の甲の部分にここをつなぎ合わせています。ブラケットを使ってね結構微妙な高さ調節も行っています。腰はよいしょ、足の可動域がそんなに狭くならないように結構スタイリッシュに体の形に合わせて、一つねカブトガニみたいな形のものを作って当てはめてるだけです。股関節の付け根、ここがシャフトとボールジョイントだけでちょっと貧弱そうに見えたので、これでね守れるように作りました。角度も調整可能です。膝は残ったパーツでなんとなく持っただけです。もう本当に今回プレートがちょっと少なくてですね、なかなか微妙な高さ調節をするのが難しかったんですが、なんとかねギリギリちょっと厚みを出して膝関節を守れるような装甲を作っていきました。結構関節いろいろ動くので、まあ、特に肩周りとかもこんなポーズやこんなポーズ、まあ、こんなものもね撮ることができます。このロボットのフレームの部分を作りたい方はサブスクリプションに登録しているので、そちらをご覧ください。